画面左赤コーナー朝日田道場から朝日田太陽、画面右青コーナー相模大野クレスト西本成文、これがクラッシュ2戦目でセミファイナルです。さあアップセットなるか、対するはそうはさせないと朝日田太陽です。あ、いきなり左の挨拶代わりのハイキックから入っていきました朝日田。さあ石川さん、はい、なんとこの K-1 クラッシュカット2戦目で、いやそういうことがね起こりうるのが今の K-1 クラッシュですし、それだけのねあのインパクトを残したのが西本選手のね前回の試合でしたからね。そうですね、はい、この試合を本当に楽しみにしてますよ、朝日田選手がね、あの今まで僕が積み上げたものを、ね、たった1回の試合で奪いに来るなんて言って、ね、はい、まあ、その言葉うまくなりましたね、朝日田選手も、まあ、それは朝日田にとっては面白くない意地があるでしょうね、はいはい、おっと、意外なジャブから一瞬に西本の顔面が上がりました。さあ久保さん、はい、この立ち上がりいかがですか。そうですね、西本選手はもうステップのこの出入り、ステップからその出入りとかも山崎選手そっくりですね。おお、うん、すごいなんか似てるなと思いました。あ、パンチで畳みかけるの朝日さん、その前に出てくる西本、それに合わせてこのパンチを合わせて朝日選手がうまいですよね。このステップインに対してパンチをしっかりカカーンと合わせて、すごいうまいな。冷静ですよね、あの横山ね、1個前の横山選手との試合でもそうだったけど、あんだけのもう、ね、ラッシュを冷静にさばききって戦い切りましたね。今のパンチに対して左手を合わせるのも、いやすごいの目の良さですね。かぶせてますね、お互い空手出身なんですが、まあ、ちょっと種類の違う空手です、ね、はい、そうですね、うん、本当に異空、異種格闘技というかね、なんか異空間になってますね、今は。はい、ゲストの万田里亜沙耶さん、はい、またこれも先ほどの第7試合とは雰囲気が全く違う。そうですね、またもたくさんあるんですけど、うん、西本さん、あの京都出身、そうです、21歳でも地元も一緒で同い年なので、ちょっと応援したくなります、ね、なるほど、個人的に。あ、いいですね、そういうところから入るのもいいですよね。ちなみに朝日さんも21歳です。お、本当、はい、本当ですね、同い年です。まあ、ただ石川さん、はい、もう21歳同士といっても驚かなくなったのが今のこのフラッシュの速い流れ、ね、10代っていうのはね、うん、普通にいますからね、はい、何気にあの派手に見えないんですよ朝日選手の動きって。もなんでかというと、当たり前のようにポン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 ずっと動いてくるのと普通じゃできない動きなんですよ。これ蹴った後にパンチが出て反対の足が出てとかっていうのって相当の、ね、練習にも来るんですよね、はい。まあ、朝日田道場は、ね、厳しい、そして一種こう、はい、独特な、ね、うん、トレーニングをしていると、はい、僕毎日が合宿だと思ってるんで、まあ、彼らの、ね、練習を見た、実際に見たことだけではないですけど、いろいろ、記事とかで見る限りだとね、本当に毎日が、別に彼らが例えばタイに修行に行かなくてもその必要ないぐらい、もう毎日ね、お父さんの館長のもとで修行しているので、その鍛錬の成果、はい、まあ、しっかりリング上で出してね、今このスーパーフェザー級の第一戦で戦っているという朝日田太陽、はい、まあ、対する久保さん、はい、この西本は関西から出てきて、はい、今クレスト、今年の4月から、はい、まあ練習する相手は今朝日田太陽ですが、これお兄さんの広隆さんが指示を出して、対するこちらは山崎秀明が、兄貴分の山崎が指示を出しているということで、これトレーニングするにはもう相手こと書かないですもんね。そうですよね、たくさんスパーリングパートナーというか練習相手いるので、はい、まあ、いろんな対策みたいな、でもこう朝日選手はそれに対してこう入ってくるのに合わせてるジャブですとか膝とか、それがすごい抜群のタイミング、うん、さっきスローで見たんですけど、スローで見たらこんなにパンチして当たってたのかってぐらい、うん、スローで見ないとわからないぐらいのね、あの激しい展開でしょ、この試合は。2ラウンドです。まずはその立ち上がり、右のセンター朝日さん、左のローキック、ジャブで前に出ようという西本をローキックで止めてまいります。蹴りにこう入るのにミドルとか蹴り合わされると、もう入る側は入りづらくなるんですよね、うん、すごいうまい、うまく戦ってますね。
選手が。そしてあのロー、ああ前蹴り顔面捉えた、伸びてくるぞ、かまいたちだ、かかと落としも見せる、しかし構わずパンチで前に出ていこうという西本、ね、出ました、や足くじいたのもすごいですね、うまい、これ久保さんということは朝日さんはカウンターがうまいんですよ、全部あのそうですね、入ってくるタイミングは全部掴んでる、しかもその種類がめちゃめちゃ豊富、何でも今前蹴りも出すじゃないですか、はい、かといってその 前足のこの出花くじくみたいな、まるで伝統派空手に対してはこういう戦い方をするっていう教科書が、ね、朝日さん空手の中にあるかのようなぐらいですよね、この伝統派空手ですね、この縦のリズムトントントンっていうところから一気に地面を蹴って入ってくるんですね、はいはい、そういう蹴り方ってあのキックボクシングの普通のリズムとはちょっと違うので面食らっちゃうんですよ、慣れるまで時間かかるんですよ、もう一つ、はい、でそれに対してこういうね、コロ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 転ばすように、うんうん、できているこの朝日さん空手の奥深さ、ね、さっきの煽りで言ってたけどボクシングもできるし総合格闘技とでも対応できるのが朝日さん空手なんだっていうのはね、うん、その完成形に近づいてきてるこのことですよね、これ前蹴りで久保さんの西本が顔を横向かされますもんね、そうですよね、うん、こういうまあ、真っすぐ正面に来るものに対してその直線的な攻撃するっていうのはジャブもそうですけど、やっぱこうすごいこのやりにくいというか見えないんですよね、うん、前に来てる分交通事故のようにバーン、そしてあー効いた、ボディ効いた、どうだ立てるか、悶絶だ西本が、悶絶仁王立ちは朝日さん、斬新を取った、なんとフルラウンド戦うと宣言した朝日さん、2ラウンドで勝負を決めました、九州のかまいたちが東京文京区後楽園に現れた、切り裂きました、恐ろしいことになってきましたね、朝日さん対応石川さん、はい、はい、本当にやりづらいんですよ、特にキックボクサーにとってこの異種格闘技である伝統派空手のリズムってそれを本当にいとも簡単にこう攻略して、はい、うん、冷静に倒しきってしまった、これ三日月ですか、そうですね、はい、やっぱこれもね、再三顔面前蹴りが当たってたからこそもう気をつける場所がもうどこにしたらいいのかわからないぐらいこう、うん、睨みつけられてしまった感じだったんでしょうね、いやー久保さん、はい、いかがですか、いやすごいですね、直線的なものに対してやっぱ直線的にしっかりとかもう合わせてマイクですね、よし、朝日さん道場の朝日さん太陽です、もう来月タイトルマッチあると思うんですけど次俺しかいないでしょう、今 K1 以外にも他団体盛り上がってると思うんですけど俺は K1 含めて他の団体含めても最強を証明します、この後のメイン幸喜選手、あとパワーオブドリーム佐々木選手、もっと熱い試合してくれると思うんで楽しんで帰ってください、ありがとうございました、最後はイベントのことまで考えたマイクで締めるというすがすがしいですね、うん、さあゲストのバンダリー朝日さんいかがでしたか、すいません、はい、すごかったです本当に、ね、まあ、どっちが勝つかあの途中まで分かんなかったんですけど、うん、朝日さん選手の蹴りがやっぱりすごかったのかなと思って、種類も多かったですしそれがこう上も下も入っててだからそれが最後決着だったのかなって個人的には思ってます、最後は朝日さん対応深まる秋に三日月蹴り一戦勝負を決めました。